皆さんどうもこんにちは。今回はファスト API とフロントエンドとのつなぎの部分の実況を行いたいと思います。前回までは JSON 形式でデータを返してたけど、普通のウェブサイトのような画面を表示させるってことだな。ファスト API はライブラリの名前の通りウェブ API として使用することに強いよ。いわゆる部品としての役割だね。ウェブ API は他のウェブサイト、パソコンやスマホのアプリから呼ばれて使われるよ。でも、ファスト API 自体がウェブサイトとして使えないかと言われると、そんなことはないよ。ウェブ API でもいいけど、作るからには、やっぱりいろんな人に使ってほしいからな。ウェブサイトでできるに越したことはないな。フロントとのつなぎ方だけど、2パターンあると思うよ。今回は、ポピュラーなテンプレートを解説するよ。テンプレートは、ジャンゴのような有名なウェブフレームワークでも採用されているね。なるほどな。有名どころが使ってるとなると、使える人も多いし、ファスト API を使うにもあんまり勉強しなくてもいいって利点があるな。よし、じゃあ早速チュートリアルを見ていこうぜ。今回はチュートリアルは使わないよ。はぁ？チュートリアルは応答で HTML を返すだけの内容になっていたから、あんまり実用的じゃないよ。前回作成した DB を利用するソースコードを改造して、よりウェブサイトに近い形にしたソースを自分で作成したから。今回はそれを解説するよ。こいつ、いつもお世話になっているチュートリアルにケチつけてやがるぜ。念のためだけど、よりファスト API を使ってくれる人が増えるように、実践的なものを、という考えだけで、決してチュートリアルにケチをつける意図はないので、そこは理解をお願いするよ。霊夢のことは嫌いになっても、ファスト API のことは嫌いにならないでください。今回ソースコードは GitHub 上に置いてあるよ。そこから、元のソースとの差分を見てみるよ。GitHub ってなんだぜ？ GitHub は Git を使ったウェブサイトだよ。Git はバージョン管理できるツールだね。Git はリモートリポジトリとローカルリポジトリという DB があって、そこにソースの変更点を記録できるんだけど、リモートリポジトリをウェブ上に保管できるサービスが GitHub だよ。ファスト API も GitHub 上に保管されているよ。ウェブサイト上にあるから万が一パソコンが壊れても大丈夫だな。変更があるファイルは main.py だけだね。フロントからもらうリクエストを受け取るリクエストをインポートに追加するよ。次に HTML で応答を返すための HTML レスポンステンプレートを使用するための Jinja2 テンプレートをインポートに追加するよ。HTML は聞いたことあるぜ。フロントエンドは3つの要素で構成されているよ。HTML、CSS、JavaScript だね。HTML は全体の構造を決めるよ。人間だとすると無課金ユーザーみたいなすっぴんの状態をイメージしてもらえばいいよ。CSS は HTML を装飾するよ。化粧やおしゃれな服を着るためのものだと思えばいいよ。JavaScript は動作を記述するよ。顔の表情や体を動かしたりできるね。それぞれの役割はイメージできたぜ。次に Jinja2 テンプレートをインスタンス化してテンプレートに入れるよ。引数にテンプレートがあるフォルダを指定するよ。前回の SQL を使ったソースにはルートの処理がなかったから追加してるよ。get メソッドでレスポンスクラスに HTML レスポンスを指定する。処理する関数の引数にリクエストを指定しているね。テンプレートレスポンスを使って応答を返すよ。第1引数に返す HTML ファイル、第2引数にテンプレートに渡すデータを記載するよ。今回は index.html で、第2引数は絶対に必要なリクエスト以外渡してないね。引数なしと思ってもらっていいよ。これだけでウェブサイトの表示部分を返すことができるのか、簡単だな。次は既存の処理の変更だね。レスポンスモデルからレスポンスクラスに変更するよ。関数の引数にリクエストを追加。テンプレートレスポンスで users.html と前に返してた users を引数に指定するよ。リクエストを受け取る部分と応答を返す部分しか変わってないな。そうだね。処理の中身を変える必要はないからね。これから下も同じ修正方法だよ。次のユーザー単独を返す関数も同じだね。
ゲットメソッドの引数を HTML レスポンスに変更。関数の引数にリクエスト追加。リターンにテンプレートレスポンスでユーザー .html と DB ユーザーを引数にセットするよ。最後にアイテム一覧を返す関数だね。ゲットメソッドの引数を HTML レスポンスに変更。関数の引数にリクエスト追加。リターンにテンプレートレスポンスで items.html と items を引数にセットするよ。本当にほとんど一緒だったな。あと、バージョン管理の便利さがわかったぜ。変更点がこんな感じで表示されるんだな。そうだね。エンジニアにとって必須のツールだよ。これがないと生きていけないね。これ以降はテンプレートになるんだけど、すべて新規作成だから、エディタで見ていくよ。先に言っておくけど、あくまでもファスト API の紹介だからね。フロントはシンプルに作ってあるよ。書けない言い訳じゃなく、その気になればできるっていうことにしておいてやるぜ。当たり前だけど、HTML ファイルは HTML で書かれているよ。HTML の見方としては山括弧からスラッシュ山括弧までがセットだよ。確かに、そんな感じで構成されているな。Python とは結構違うな。一番上のドックタイプ HTML は HTML5 で書かれているっていう意味だよ。2行目の HTML タグからが本体だよ。ヘッドタグはページ上で表示しない情報を記述するよ。今回は特に書くこともないよ。ボディタグからがいつも見ているサイトの表示内容を記載する場所だよ。見出しで一番大きい H1 タグでインデックスと書いてる下にあるテーブルタグは表を作成する機能だね。ボーダーイコール1は表の枠線で一番細い線を描画するよ。テーブルの構成は TR タグが行を、TH タグと TD タグが列を表しているよ。TH タグが見出しで TD タグがデータ部分を記載するよ。固定文言だから解説はすることないね。ゲットユーザーズのパラメータ部分にあるフォームタグはリクエストに渡すパラメータを記載できるよ。アクションはボタンを押した時に遷移する URL を書くよ。メソッドは HTTP メソッドを書くよ。ラベルタグは入力する項目の名称を書くよ。for イコールスキップは後ろのインプットタグと対応するためにインプットタグのネームと同じものを書くよ。二つセットで扱うってことだな。インプットタグはユーザーが入力するところだね。ネームはこの項目の名前、タイプはユーザーが入力する値のタイプを指定するよ。今回は数値を入力するからナンバーだね。バリューは初期値を入れるよ。その下のリミットも同じだね。フォームタグの最後のボタンタイプイコールサブミットは送信ボタンだよ。ボタンを押すことによってパラメータを持ったアクションが動作するよ。二つのパラメータはファスト API に記載したリードユーザーズ関数と一致しているな。次はゲットユーザーだね。フォームに ID をつけているよ。これは下に書いてある JavaScript で使用するために ID を振っているよ。ボタンタグで送信ボタンを作成しているけど、今回は URL がユーザー ID をつけて動的に変わるから JavaScript が必要だよ。タイプイコールボタンは汎用ボタンだよ。送信以外にも使えるよ。オンクリックは動作する JavaScript の関数名を記載しているよ。HTML は画面構成だけって感じだったけど、JavaScript を使えば関数も書けるんだな。そうだね。HTML だけだと性的な情報しか書けないからね。Get items は Get users と全く一緒だよ。JavaScript はスクリプトタグに記載するよ。ファンクションは関数を記述するって意味だね。関数名はサブミットゲットユーザーだよ。関数は何括弧の間に記載するよ。コンストは定数で、ドキュメント .forms.get ユーザーは、このページの ID がゲットユーザーのフォームを取得できるよ。window.location.href は、遷移する URL を指定するよ。フォームのアクションはユーザーズだね。form.elements.userid.value は入力されたユーザー ID を取得しているよ。デフォルトだと1を取得するよ。これで URL はユーザーズスラッシュ1を指定できるんだな。そうだね。これで index.html の説明は終わりだよ。次に items.html だよ。基本的には index.html と同じ流れだね。表でアイテムデータを表示するよ。データ部分は複数あるから、for文を使って表示させるよ。この何括弧は神社の記載方法だよ。
%がついているのは、for文や if 文を記載するよ。波括弧が2つある箇所は、変数の中身を展開って意味だよ。これで、動的な部分を表現できるってわけだな。フォームの部分も、インデックスとそんなに違わないね。メソッドがポストになっているよ。タイトルとディスクリプションのタイプイコールテキストは、文字列を表しているよ。プレイスホルダーは、ヒントとして、ユーザーが何を入力したらいいかを教えてくれるよ。ウェブサイトでよく見るやつだな。サブミットポストアイテムズ関数を見ていくよ。まずフォームを受け取る。次に JSON 形式でタイトルとディスクリプションを入れた J を生成。ボタンの動作として URL の文字列をアクションに代入するよ。入力された ID が1だったら、users/1/itemsになるってことだな。次にサーバーにリクエストを投げるために、XML/HTTP リクエストを生成し、XHR に代入しているよ。オンレディステートチェンジは、サーバーから応答が返ってきた時に、動作するコールバック関数を指定するよ。コールバック関数ってなんだぜ？コールバック関数は、ライブラリから呼ばれる関数だよ。普通はこっちから、ライブラリの関数をコールするけど、ライブラリに事前に登録しておくことで、ライブラリがこっちの関数をコールしてくれるようになるよ。こんな機能もあるんだな。こっちからライブラリを使うしかできないと思っていたぜ。オンレディステートチェンジはリクエストのステータスが変更されたらコールされるよ。レディステートの値は上記の通りだよ。4は処理が終了した時だから、基本これを見ればいいと思うよ。処理が終了した時にステータスが 200OK かそれ以外、つまり失敗したかを if 文で判断しているんだな。そうだね。window.location.href は画面遷移するよ。自分自身を入れているから、今表示されているページを再読み込みってことだね。アラートは画面にポップアップを表示させるよ。オープンは初期化だね。第1引数に http メソッド、第2引数に url、第3引数は非同期にするかどうかを指定するよ。セットリクエストヘッダーはリクエストのヘッダーをセットするよ。コンテンツタイプは、リクエストデータのタイプを指定するよ。センドはリクエストを送信だね。json.string フィーは、json 形式に変換してくれる関数だよ。何言ってんだこいつ？最初から json 形式にしてただろ。j はオブジェクト、括弧連想配列だよ。json に似てるけど、厳密には違うよ。python の辞書型と同じだね。関数としてはこれで終わりだね。その後にコールバック関数が動いて、ページを再読み込みしてるよ。items.html はこれで終わりだね。次は user.html だね。これも、また前半部分は語るところがないよ。isActive の書き方は、参考演算子というものだよ。条件に合致すれば true が、合わないなら false が表示されるよ。フォームも、さっきの items とほとんど同じだけど、一つだけ ID のタイプが秘伝になっているよ。ユーザー ID は、このページではすでに決まっているからね。バリューは、リクエストされた時の ID をセットしているよ。スクリプトもさっきの items と同じだから、特に解説することはないね。これで、user.html は終わりだよ。ユーザーに入力させないで、JavaScript にデータをやり取りするためにセットするっていう考え方は新鮮だぜ。最後は users.html だね。ここもポストユーザーズのところ以外、あんまり言うことはないよ。タイプイコール email はメールアドレスを、パスワードはパスワードを入力するって指定しているよ。サブミットポストユーザーズだけど、アイテムと対して違わないよ。アクションは固定だから、フォームで指定しているからないぐらいかな。これでソースコードは終わりだよ。次は動作確認だね。指コーン sqlapp.main:// でサーバーを起動し、ローカルホスト8000でルートのページを表示させるよ。index.html の内容が表示されてるんだな。コードで見てたけど、実際にはこんな感じで表示されるんだな。まずは get users の送信ボタンを押すよ。パラメータはそのままで大丈夫だね。ちゃんと画面遷移できたな。まだデータがないから何も表示されてないな。ポストユーザーズからユーザーを作成するよ。私とマリサの二人の作成だね。送信後にユーザーインデックスにユーザーが追加されてるぜ。しっかり動いているな。
次にポストアイテム図からアイテムを作成するよ。タイトルとディスクリプションを適当に入れて作成するよ。こっちも送信後にアイテムインデックスにアイテムが追加されてるぜ。ページを戻って、今度はゲットユーザーに移るよ。霊夢の情報だけが表示されてて、いい感じだぜ。それに、ポストアイテム図にユーザー ID が表示されていないな。ポストアイテム図からまたアイテムを作成するよ。ユーザー ID を売っていないけど、オーナー ID が正しく入ってるな。次はマリサで同じことしてみるよ。ID を2にして、送信ボタンをクリック。ポストアイテム図からアイテムを作成するよ。こっちもオーナー ID が正しく2が入ってるな。最後はゲットアイテム図だよ。こっちもデフォルトのまま送信ボタンをクリックするよ。ここからまた適当にアイテム追加して正しく追加できるか確認するよ。ソースでも差がないから当然こっちも正しく動いているな。次に存在しない ID でアイテム追加してみるよ。ん？存在しないユーザーでもアイテムが追加されたな。本当だね。ユーザーはどうかな？ゲットユーザーズから存在するユーザーを作成してみるよ。こっちはちゃんとポップアップが出てきたな。なんでアイテムは作成できるんだろ？改めてソース見てたりしてたら、アイテムのポストの URL の漢字だと、ユーザーズスラッシュ1のページでのみ作成することを想定しているみたいだよ。ユーザーのページに行くところでユーザーの存在チェックしてるから、アイテム作成は何もチェックせずに登録してるね。霊夢が間違ってアイテムが表示されるページにポストする機能を追加してたってことだな。修正するなら、アイテム追加の時にユーザーの存在チェックの追加か、ゲットユーザー以外のページからポスト機能を削除だね。大した問題じゃないし、とりあえず今回はこのままにしておくよ。今後修正する機会があれば直す感じだね。こうやって不具合は残ったまま世の中に出るんだな。それ以上は言ってはいけないよ。今回はここまでだよ。どうだったかな？いつも見ているサイトがこんな感じで作られてるんだっていうのが分かってよかったぜ。HTML や JavaScript と別の言語も出てきて面白かったぜ。別言語とやり取りするのは難しいと思ったが結構簡単だったな。そうだね。でも簡単なのはファスト API と神社ライブラリのおかげだね。何も使わず Python だけで作成なんて考えるだけで血の気が引くよ。今回はここまでだよ。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。